都西市から、長崎方面を望む神崎 BS 北方の山から、都市方面を望む。セフリ山地と畜紫平野の境を通る拓西、パーキングエリアから、都市方面を望む上り線ウォームランパーキングエリア、付近長崎自動車道は、長崎県長崎市を起点とし、佐賀県都市に至る、延長 120.2km の高速道路である。略称は、長崎道。 高速道路ナンバリングによる路線番号は大分自動車道、長崎、出島道路とともに E34 が割り振られている。長崎市から佐賀県佐賀市などを経て九州の交通の要衝であるトス JCT に至る高速道路である。1990年に長崎市郊外の長崎タラミインターチェンジからトス JCT に至るルートが完成。2004年に 長崎市内の起点部が開通して、全線開通した。国土開発幹線自動車道の路線名は、大分自動車道と合わせて、九州横断自動車道長崎大分線であり、1990年に、大村インターチェンジ竹尾北型インターチェンジ間が、開通して、都市 IC 長崎たらみインターチェンジ間が一本に、つながるまでは、 長崎自動車道という道路名は、長崎県側のみで用いられ、佐賀県側の鳥栖 JCT 竹尾北型インターチェンジ、間は、国間同盟省の九州横断自動車道をそのまま、道路名としていた。現在でも一部で、九州横断道の故障が用いられているケースがある。法的には、長崎市を、起点、栖市を終点とするが、前述のような事情もあり、 接続する九州自動車道に合わせる形で終点のトス JCT から起点の長崎インターチェンジに向かって IC 番号が振ってある。佐賀県内の一部はコンクリート舗装となっている。ここでは IC 番号の表記に合わせてトス長崎とする。トス JCT 長崎タラミインターチェンジまで開通した当初は嬉野インターチェンジ東そのぎインターチェンジも 暫定に車線で共用していた。後に拡幅工事が実施され、現在、当該区間については上下線ともに車線ずつでの往来が可能となっている。長崎自動車道の中で最も遅い2004年3月に、開通した長崎たらみインターチェンジ長崎インターチェンジについては、自民党政権下の2009年4月27日に、開催された。 国間会議にて4車線化拡幅の事業化が決定した。この会議の資料では、総事業費1000億円、費用便益費では1.4と算出されていた。しかし、同年8月の第45回衆議院議員総選挙の結果、民主党が政権に就くと、鳩山政権の掲げるコンクリートから人へ、 の大号令のもとに、相次いで日本全国の大型公共事業の凍結が打ち出され、補正予算の執行が停止された長崎自動車道の拡幅事業も一転して暗証に乗り上げた。これに対し、当時の金子源次郎知事や地元建設業界のほか、身内である民主党長崎県連からも一斉に戸惑いや反対の声が上がる事態となった。この拡幅問題については、 同じ民主党内でも長崎一区選出の高木、吉明議員が、拡幅事業は必要としているのに対し、同4区選出の宮島大典議員は、拡幅事業は、不要と主張するなど、党内での足並みの乱れも以前から指摘されていた。2012年3月23日、中村報道知事が、前田武史国土交通大臣に対して、拡幅事業の早期再開と、 財源確保を求める要望書を提出し、前田大臣も分かりましたと応じた。4月5日には国土交通省が長崎道を含む凍結6路線の拡幅事業を再開する方針を固め、翌6日には同省から正式に発表された。再開自由について、長崎道以外の5区間については渋滞解消のためとしているのに対し、長崎道は 安全性の確保としている。実際に、長崎自動車道では、暫定に車線区間の死傷事故率は4車線区間の約2倍となっていた。ただし長崎道の拡幅が再開決定された区間は、事故の多い長崎すすき塚インターチェンジ長崎たらみ、インターチェンジの8 3トルであり、当初予定されていた全1 1 3トル区間での事業化には至らなかった。 これを受け中村報道知事は 3.0km 区間についても早期に事業化がなされるよう今後とも国に対して強く要望すると田植福長崎市長も早期整備とともに残された区間の4車線化の実現に向けて引き続き国に要望と即日それぞれコメントを出しているその後自民党に政権が移ってからは知事から国会議員に身を転じた 金子源次郎ら県選出の自民党所属議員と地元市長らが連携して長崎タラミインターチェンジ長崎インターチェンジの整備事業早期再開を再三にわたって陳情。これに対して利便性向上や災害時の代替輸送路機能強化を重く見た国土交通省は2016年6月8日にネクスコ西日本にあてて同区間の事業認可を行った。 くしくも事業認可の2週間前には、同区間での正面衝突事故により1名の命が失われ、およそ5時間の通行止めが発生するなど、対面通行道路の危険性、脆弱性が露見したばかりであった。ネクスコ西日本によれば、区間内の用地はすでに取得済みであり、今後は測量や設計を経て、建設工事に着手。 2021年度に供用開始予定としている。トンネルの数ハイウェイラジオ24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成2002年度区間別日平均交通量。ありがとうございます。